10年式環状雷撃機 1MT10 年環状雷撃機10年式環状雷撃機は大日本帝国海軍の環状雷撃機である。設計、製造は三菱内燃機。日本海軍が保有した唯一の3容機だったが少数の生産で終わった。三菱における記号は 1MT。10年式環状戦闘機、10年式環状偵察機は後に 名称不予法の改定によりそれぞれ重式、艦上戦闘機、重式艦上偵察機へ解消されたが、不採用とされた重年式艦上雷撃機は重式に解消されることはなかった。この点は、内令兵によって定められた海軍機の正式の定義である航空機の名称に明らかである。 欧米各国の輸入機やライセンス生産機に頼っていた日本海軍は三菱に支持し、イギリスのソ・ピース社からハーバード・スミス技師たちを調整して戦闘機、偵察機、攻撃機において日本独自の機体の開発を行った。このうち、艦上攻撃機として開発されたのが10年式、艦上来撃機で、試作機は1922年8月に完成した。 本機の最大の特徴は、日本海軍機で初にして、唯一の産業形態であることだったが、これは、航空母艦の限られたスペースに収容可能ながら、十分な搭載量を有し、なおかつ運動性が良好な機体を目指したために、採用されたものだった。試験の結果は、性能面において特に問題がなかったことから、十年式、艦上雷撃機として、正式採用されたが、 実際に運用してみると3用形態であることから、全高が高すぎて整備しづらいことや、短座のために攻撃の正確性に欠ける後方への防御武装を有しない等の問題点が明らかになった。このため、1923年までに20機生産したところで生産中止となり、後継機の13式艦上攻撃機が量産されてからは、もっぱら練習機として用いられた。 出店、日本の名機客船、ありがとうございます。